さあ始めよう。手加減はなしだ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 。帰宅部、活動開始だ。全力で行くぞ。手加減はなしだ。イズル、助かったよ。大したことはしていない。さあ、始めよう。全力で行くぞ。これくらい朝飯前だぞ。ショーゴ、準備はいいか？ああ、帰宅部活動開始とするか。次もこの調子で行こう。さて始めるか。手加減はなしだ。大活躍だな、小太郎。おう、次も俺に任せとけ。油断するなよ、小太郎。小太郎様に任せとけ。大活躍だな、小太郎。おう、次も俺に任せとけ。さて、始めるか。全力で行くぞ。
覚悟はできてんな。ざっとこんなもんかな。相手になってやるぜ。手加減はなしだ。手加減はなしだ。大活躍だな、小太郎。おう、次も俺に任せとけ。始めよう。手加減はなしだ。これくらい朝飯前だぞ。アリア、サポートよろしく。大活躍だな、コタロー。おう、次も俺に任せ。さあ、始めよう。全力で行くぞ。さあ、とっとと行こうぜ。行けるか、イズミ。当然だ。全力で行くぞ。大活躍だな、コタロー。おう、次も俺に任せとけ。やれやれ、キリがねえな。勝負、ドカーンとやっちゃいな。次もこの調子で行こう。小太郎、行けるか。おい、俺の力見せてやるぜ。こいつはどうだ。アリア、どうだった。小太郎、いけるか。おうや、俺の力見せてやるぜ。さあ、
先に進もうか。いけるか、リズム。当然だ。手加減はなしだ。大活躍だな、小太郎。おう、次も俺に任せとけ。さて、始めるか。全力で行くぞ。アリア、どうだった？ナルコ！ナルコ先輩！それより一歩前に出るとこいつの顔をハグよ。私のことはいいから、みんなで現実に戻って。うるせえ！黙って助けられてろ。そうです、そのためにここまで来たんですから。森田、何があった？これ以上帰宅部の活動を続けたら、みんなもオスティナートの学士たちも死んじゃうかもしれないって。そうなの、私実は学士なんだけど、平和な解決を望んでるの。話し合いがしたいから部室を教えてって言ったら、あっさりと部室の場所を教えてくれたよ。バカな仲間を持つと大変だね。せっかくみんなと友達になれたのに、死んじゃうなんて嫌だって思ったの。まあおかげでみんな死んじゃうんだけど、それもよりによって私の手で残酷に。ああ傑作。ナルコ、お前友達思いでいじらしいよね。すっごいバカだけど。私そういう上っ面の関係大嫌い。どいつもこいつも本当は自分のことしか考えてないくせに、友達だとか仲間だとか絆だとかヘドが出る。そういう関係をぶっ壊すのが最高に楽しいんだ。お前そういう時の顔見るの最高なの。ザ・絶望って感じで最高に楽しいの。お楽しみのところ気の毒だが、僕たちを絶望させるのは無理だな。絆とか無条件で信用する年でもないし、私たちもともと家に帰るために集まったゆるい共同体なの。でもヤブヘビってやつです。あなたにもてあそばれたおかげで意地でも見捨ててやるかって気分ですよ。気持ち悪い。慣れ合ってんじゃねえよ。決めた。一人一人貼り付けにしていたぶってやる。
誰の爪から剥がすか、次に誰の骨を砕くか、お前らが選ぶんだ。それでも慣れ合ってられるんならやってみな。あんたこそやってみせてよ。やれるもんならね。何でも思い通りになるような言い方して、私たちは簡単にやられたりしないですよ。簡単にやれちゃうよ。ミュウにやり方を教わったんだ。捕まえた奴らから負のエネルギーを一気に吸い上げれば。よいしょっと。ラバは解いてよ。ありがとうアリア。展開したぞアリア。よしナルコ、こっちに来い。おい、何してんだよハムシ。私のせいでみんなに迷惑かけちゃって、もう一緒にいることはできないと思ってた。もういいわよ、ナルコちゃんなりにみんなのこと考えてくれたんでしょ。ごめん、ごめんなさい。もう一度一緒に戦わせて。オッケー、許した。じゃあさっさとこいつをぶっ倒して反省会と行こうぜ。イライラさせんな。いちいちキモいんだよ。学級会なら火星でやってら。もうお前ら飽きちゃった。大したことない存在のくせに私を楽しませることもしない。わー、死ね死ね。もうお前ら飽きちゃった。大したことない存在のくせに私を楽しませることもしない。ほーら、そんだけ。本当は自分でも自分が嫌になっちゃったからさ。それでもみんなと一緒にいたいんだ。全力で行くぞ。こやるね。最後だ。手加減はなしだ。そがイズル、助かったよ。大したことはしていない。戻るもんか、戻ってたまるもんか。殺してやる、絶対殺してやる。逃げたか。俺たちあんなのに捕まってたのか。あれはやばいわ。あんなおかしい人が普通に私たちの近くにいたなんて恐ろしすぎますよ。みんな本当にごめんね。ううん、無事でよかった。またみんなで一緒になれて私嬉しいです。ま、ようやく一段落ですかね。さて、さすがに場所が割れている物質に戻るのはためらいがあるな。どこかいい場所を探します。果てなんかないですけど。睡眠薬の入ってない食事も取りたいですしね。一度ここから離れましょうか。
ちゃんとした食事なんて3日ぶりだったからたくさん食べちゃったね。ねえ、こんなところに連れてきて大丈夫なの？ショーゴ苦手なんでしょ、ここ。大丈夫じゃねえよ。今も手が震えて止まらん。でもな、お前らに一からソーンの話を続きをするにはここしかないもんだな。控え室へ来て。いいから来なさい。それがあなたの決断？わかったわ。これまでのようね。さようなら、ルシード。次に会うときは敵同士よ。容赦はしない。そうか。どこまで話したっけな。その自殺した場所ってのがこの建設途中のビルなんだ。あいつはここのビルの屋上から飛び降りて自らの命を絶った。この場所が。それで前に来た時に具合が悪そうだったんですね。ここが建設途中のままなのはどういうわけなんだ。現実じゃとうに完成してる。わからんが、一華が死んだ当時も建設途中だった。やっぱり誰かがその時の状況のままを望んだからとしか思えませんよね。そんなことを願う奴がいるとしたら、一華本人しか見当がつかん。少なくとも俺じゃないことだけは確かだ。でも一華さんは死んでるんだよね。ああ、だが俺がメビウスに来てからしばらくして、あいつはきっとこの世界でのうのうと生きてる俺を呪ってるんだ。そのためにあの世から。正吾先輩。仲良しの同級生が自殺した。理由はわからないけど、その子はソーンだ。そこまではわかりました。でも、なんでその子が正吾先輩を苦しめようとするんですか？そしてなぜ、正吾先輩はそんなに苦しんでいるんですか？僕も同じ疑問を持っていた。ソーンに出会った時のあんたの反応は異常だ。あんたは、早乙女一華に何をした？あの皆さん、そんなに追及しては。俺は一華。正吾、まさか音楽さん聞こえる？ああ、上からだな。この曲ソーンの楽曲です。もしかして今ここにソーンがいるんじゃ。みんな行ってみよう。よし、とっ捕まえて。あそこ。
一花。佐竹翔くん、なんか様子おかしくない？ソン、ミュウはどこにいるの？ミュウはここにはいない。私一人だ。負の感情ってのを集めてたんじゃねえのか？いいえ、今のはただのレクイエム。気に入らなかったかしら？これ以上ミュウに無茶させるのはやめてよ。ミュウがおかしくなっていることくらい気づいているでしょ。ええ、もちろん分かっているわ。すべてはメビウスを維持し、人々の願いを叶えるため。けどそれは私の願いを叶えるため。メビウスに来た人々が皆ミュウに願いを叶えてもらったのと同じように、強く大きな体を、過干渉からの解放を、大人にならずに住む環境を、自由への回帰を、乱れることのない健康を、友人に囲まれる毎日を、他者とのつながりを、異性のいない世界を。あなたたちが求めるものは手に入れられたはずよ。なぜお前が求めた罪の忘却は叶うことはなかったでしょうけど。そんなの、ここが現実じゃないからに決まってるでしょ。みんな現実に戻ってやらないといけないことがあるんです。こんな虚偽の世界で求めていたものが手に入っても意味がないということが分かった。今あなたたちがそんな絵空事を言えるのはメビウスによって満たされているからよ。悲しみや苦しみ、絶望に満ちた場所にわざわざ戻ったところでまた同じように傷つくだけ。現実など私たちには不要なもののはずよ。現実は不要って、そう、あなたの願いというのは一体？私の願い、私の願いは私があり続けること。そこの男から聞いたのでしょう。私は現実にはもういない。一花、お前は本当に？私のいない世界なんて必要ないの。だから私は現実世界を崩壊させる。現実の崩壊？そんなことできっこないですよね。うん、高度に情報化された現代じゃ情報を操作することで世界を滅ぼす方法なんていくらでもあるよ。電力会社からの送電がストップされたら、危険な伝染病に偽りの収束情報が流れたらどう？軍事衛星やレーダーにありもしないミサイルが映ったら、偽りのテロ攻撃が報道されたら、世界中が大混乱になっちゃう。ソーンの言ってることは、ミュウを使ってメタバーセスを支配し現実世界を崩壊させることは可能だよ。でも現実が崩壊しちゃったらメビウスもいずれ崩壊しちゃうんじゃ。でしょうね。現実が滅べばいずれメビウスも消える。それで構わない。私のいない世界が先に滅び、
私のいる世界がほんの一時でも後に残る。その間は私が生きているメビウスだけが唯一無二の現実になる。何言ってんですか、あんた。頭おかしいだろ。私を否定した現実を否定できれば、その後はどうでもいいわ。そうね、仲良く心中しましょうか。ねえ、佐竹翔吾。狂った思想だ。お前の言ってること何一つ分かんねえな。分かってんのは、んなこと絶対にさせねえってことだ。勝手に一人で死んでなさいよ。そうね、あなたがどうだとか心底どうでもいいわ。家に帰って、あなたを止めて必ずみんなで現実に帰ってみせます。やってごらんなさい、正吾。どこにも逃げ場はない。それでも現実に戻りたければ私を止めに来なさい。ちょっと、あの時のように逃げ出さずに来られるのならば。やめろ。くそ、落ちたぞ。翔吾先輩。いっちゃー。大丈夫ですか。すまない。さっき小太郎くんがソーンの落ちたところを見てきたんだけど、何もなかったそうよ。死んで消失したってことですかね。消失なんかしていない。俺はこのメビウスで何度も何度もあいつが飛び降りる様を見せられてきたんだ。何度も。それってやっぱ翔吾先輩を苦しめるために。翔吾を苦しめるためか。きっとミュウにパラメータをいじってもらってるんだってば。自分だけ落下ダメージゼロなら何度落ちても死にはしない。すごい執念。そっとする。止めに来いって言ってたけど、どこに行けばいいの？ねえ、わざわざ止めに来いなんて言うんだもの。ソーンがいる場所って翔吾が知っている場所なんじゃないかしら。どっか思い当たる場所ってねえのか。翔吾先輩、一華がよく通ってたグランギニョールってライブハウスなら知ってる。俺も一華もこの町育ちだ。ちゃんとコピーされてればメビウスにもあるはずだ。私が保証する。メビウスの半分は私が作ったんだから。ライブハウスか。そこなら負の感情も集めることもできるしな。よし、行ってみよう。ありがとう、翔吾。ミュウはソーンに言われるがままに負の感情を集め、その影響によって地方を見失ってる。このままなんとしてもミュウを止めなきゃ。行こう、グランギニョールに。みんな、そしてアリアも聞け。一つ避け続けてきた考えだが、ここではっきりしておかなくてはならない。もし
僕たちがミュウの元にたどり着いた時、全てが間に合わなくなってしまっていたら、僕たちはミュウを殺さなければならないかもしれない。目を背けても仕方がない。覚悟と準備だけはしておく方がいい。たとえ相手が僕たちの幸せのために歌い続けたアイドルだろうとな。